古賀紗理那選手にお話を伺っていきます。古賀選手よろしくお願いします。今シーズン初勝利おめでとうございます。攻撃守備ともにバランスが良く、サーブも効果的なサーブが多かったと思います。本日の勝因はどのあたりだと思いますか？はい、まず今シーズン初勝利を飾れて良かったと思います。でやっぱり今日の試合に関しては、まあ、サーブでしっかり攻めて主導権を握れたのが今日の勝因かなと思います。はい、古賀選手もですね、21得点と大活躍でした。ご自身の調子はいかがでしょうか？はい、普通です。普通です。ありがとうございます。さあ明日もですね、同じくトヨタ車対クインシーズとの対戦となります。明日に向けて意気込みとファンの皆様へ向けて一言お願いします。はい、まずは今回もしっかりたくさんの方が会場で声援を送ってくださってとても感謝しています。明日もしっかり3ポイント取り切れるようにまたチーム一丸となって戦っていきたいなと思います。ありがとうございます。 NEC レッドロケッツ2番古賀紗理那選手でした。古賀選手に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。